広告の門遠志政党聖護院門跡第52世新参の式にあたり、謹んで般若教主三人即一釈迦牟尼如来東映本尊不動明王高僧人弁大菩薩座王権現別しては東山用語新羅明神大峰満山御法前人金福間の子守かつての宮金正明神等の神事に告げ立て祭る縁の行者より十大山伏寺門開祖正大師の法脈を継ぐ造陽大僧正寛治四年白河上皇の勅により聖護院を賜るこれ本州の乱象なり師は熊野三山兼業職に任ぜられ以来聖護院門跡の栄保人となり歴代門主これを守り本山派修験の隆盛を見るそれ歴代門主を賛するに後白河帝王子上栄保身の以来25代の孔子孔孫をはじめ藤原近衛九条家よりの入寺相次ぎ幕末まで37代を数え王子は末寺2万5千余を要すしかりといえども時移り明治の法難に遭う修験宗は廃せられ数百の末寺とともに天台寺門に併合さるといえども寺後の門跡十余代は修験法脈伝統の伝承復興教学布教の再編に力を尽くされ戦後宗門を独立以後大峰神前葛城中大の勧請遠鎮法脈の伝統勧請と伝統の階段を重ね縁の行者政党の灯火を守りたも今品の縁ありて52世を汚す戦士門跡の業績を襲うこと甚だ心もとなしただ幸いなるかな生を聖護院に受けて76年この寺のみを住みかとなし諸村の眼差し巻柱の昇魂すべて我を見守るこの間三代の門主に学び購買弟子に恵まるいつしか身は修験の世界に端的し昨年就任以来日ごとに聖護院と府に一体の思いいよいよ強しこれ祝言ならん我が修験は明治までなびき八丁斧入れずとて修行の尾根筋左右八丁を保護し来たりし教団なりその精神を継承し地球環境破壊に警鐘を鳴らさる元根三千草木に神仏の宿るを見る世界の悠久ならんことを願いつつ終生修験者足らんことを高祖法然に誓い立て祭り大方御来賓各位に感謝を捧げ新山の僧述べ仏祖の名号を恋い立て祭るこれ時平成20年4月3日本山修験宗第4代聖護院門跡第52世大年敬って申す。